ヘレン・ケインは1920年代に活躍したアメリカ合衆国の女性歌手、女優。ベティ・ブープのモデルとして知られる。I wanna be loved by you。後にマリリン・モンローが映画、お熱いのがお好きでカバーした。ヘレン・クレア・シュローダーとして生まれる。ケインはブロンクスでセント・アンセルメ教区学校に通った。3人の子供たちの末っ子だった。父、ルイス・シュローダーは ドイツ移民の息子で途切れ途切れにしか仕事に就くことができなかった。母エレンはアイルランド移民でクリーニング屋で働いていた。ケインの母親はケインが最初に学校の演劇で女王役を演じるのに際して娘の衣装代のサンドルを払うのに嫌々払うような母親だった。ケインは15歳になるまでにプロとして舞台に立つようになっていた。 そしてマルクス兄弟と共にオーフィアムサーキットを回ってオンザ・バルコニーに出演していた。ケインは1920年代初頭を劇場で歌手としてまたラインダンスを踊るダンサーとしてオールジャズレビューと呼ばれる契約を劇場ごとに結びながら巡業していた。1921年にはニューヨークパレスに初めて出演している。 スターズ・オブ・ザ・フューチャーが1922年から1924年にかけて上演され、この演目への出演とともに、ケインのブロードウェイ時代が始まった。女性の3人組で舞台上で歌うこともあった。最初は、ハミルトン・シスターズフォーディスという名前で出演していたが、後にザ・スリー・エックス・シスターズとして知られた。1920年代初期のケインのルームメイトが、 ジェシー・フォーディスだった。三人組の歌手は、ハミルトン・シスターズシュローダーとなっていたかもしれない。しかし、パール・ハミルトンは、フォーディスの方を三人組の仲間として選んだのである。何が起きるかこう、ご期待ということで、劇場の流行も終わりの頃になって、歌手三人組の巡業に出たのである。フォートプラしに掲載された、比較画像1932年4月号の、 声と外見は、フライシャースタジオのアニメ制作者、グリーム・ナットウィックにとって、ベティブープを生み出そうとしていた時に、まさに良い、お手本となった。しかし、アニメ誕生の契機となった可能性のある、もう一人の女性として、クララ・ボーを挙げることもある。ケインは1932年5月に、自身の容姿や歌声のイメージを悪用したとして、ナットウィックとパラマウント映画を相手ドリ侵訴訟を、 起こした。ありがとうございます。